今年3月、エスカレーターの利用者に対し立ち止まって乗ることを義務付けるほか、管理者には周知徹底を要請する議員提出の条例案が全国で初めて県議会で可決されました。エスカレーター非常に便利なものですけれども、本当に安全に安心してご利用いただきたい、これが私たちが条例を制定しようというふうに考えた最初のきっかけでございます。日本エレベーター協会によりますと、エスカレーター利用時の事故は全国で増加傾向にあり、2018年から2年間で1550件ありました。事故は転倒が最も多く、手すりを持たなかったり階段上を歩いたりするなど、利用者の乗り方に問題があるものが目立ちます。特にこのコロナ禍で手すりに触れるのを避ける人も増えています。エスカレーターを安全に利用するために、日本エレベーター協会では、歩かない、手すりに必ず捕まる、黄色い線の内側に立つ、乗り口や降り口付近では立ち止まらないことなどを呼びかけています。エスカレーターを歩く人を通すために、関東は右側、関西は左側を自然と開けていますが、これは危険なことであり、マナーに反していることでもあります。子供を連れてエスカレーターに乗る場合は、横に並んで利用する方が安全です。また片方の手が不自由な人もいるため、本来は片側を開けず好きな方を使用し、全員が止まることを理想と説明します。渋滞学を専門とする東京大学先端科学技術研究センターの西成勝弘教授は、安全面だけでなく効率面で見てもエスカレーターは止まるべき乗り物と指摘します。まあ、コロナのことを考えると、ちょっといろいろ配置にはね、工夫が必要かもしれませんけど、基本的には両側に立って乗るというのを前提に作ってあるんですね。西成教授によると、エスカレーターは長さが長いほど歩く人が少なく、短いほど歩く人が多くなります。駅のエスカレーターでは止まる人は7割、歩く人は3割で、これらの数字をもとに300人から500人が両側に立った場合と片側に立った場合でシミュレーションしました。その結果、全員がエスカレーターを降りる時間は両側に立った場合の方が 10% から 20% 早くなりました。じゃあ 30% の人が登り終わった後、ずっとその右側は空いたままでいるわけですよね。でその非稼働状態、使われてない状態が非常に無駄なんですよ。駅の混雑を考えると、やっぱり駅にどんどん溜まっていくし、降りる人が、電車が降りても目の前に人がいたら降りられないですね。非常に危ない状況になります。ですから、駅というその場所からはなるべく早く人が移動できるようにというのが安全の大前提だと思うんですね。動く歩道を含むエスカレーター内での安全な利用促進にご理解、ご協力をお願いいたします。明日10月1日にこの条例が施行されるのを前に、つくばエクスプレスの八潮駅と三郷中央駅のエスカレーターでは、内側にシールを貼るなど周知に努めています。このシールがお客様の目に留まり、両側を立ち止まって安全にご利用いただけることを期待しております。当社としてもですね、この取り組みに協力してまいりたいと考えております。 JR 浦和駅では大野知事らがチラシを配るなどして安全な利用を呼びかけました。残念ながら今日も浦和駅で歩いている方もおられました。お急ぎの方もおられると思いますけれども、ぜひご協力をいただいて、埼玉県においてはエスカレーター事故ゼロ、これを目指したいと思っております。罰則がないため、県や事業者が効果的な対策を講じ、実効性を高められるかが鍵となります。エスカレーターに関するこうした条例の施行は埼玉県が初めてですが、マナーを周知する取り組みは各地で行われています。かなりいろいろ問い合わせが私のところに来てますね、自治体が。これからこれをきっかけにですね、埼玉県でもやってるならちょっと検討しようということで、広がっていく可能性は高いですね。その 30% の人が反発してどうかなと思うわけですけど、自分だけではなくてトータルの安全性を考えると、混んでる駅では両側に立った方がいいと。
かなり危険な状態にもなる場合もありますので、でそういうところでの安全性を高めるという意味では、これはどんどん広がっていってほしいなというふうに思いますね。はい。